朝一杯飲むだけで痩せるドリンクお伝えしていきます。このチャンネルでは腸活を通じてあなたが健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきますともとっても嬉しいです。また詳細欄の LINE のリンクから痩せる4つのプレゼントを無料で差し上げております。ぜひご登録くださいね。それでは早速本題に入ってまいりましょう。はい、1つ目の項目です。こちら、なぜ朝このドリンクを1杯飲むだけで痩せることができるのかというその痩せるポイントをお伝えしていきます。4つあります。1つ目です。腸内環境を整えるからなんですね。これとっても大事なんですよ。あなたがもし健康的で綺麗に痩せたい、しかもリバウンドなんかもう先制したくないってね、もう心から願っていらっしゃるようであれば大丈夫です。まずは何をすればよいのかというと、腸内環境を整えてあげましょうなんですね。そのためにはいろいろ方法ありますけれども、この動画では飲み物でその腸内環境を整えることができますから、ぜひ楽しみにご覧くださいね。そもそも腸内環境悪い方が太ってるんです。なぜかというと、デブ菌と呼ばれるその悪玉菌たちがもうとってもね、多い割合で住み着いてしまっているからなんですね。そうするとあなたがですね、これは食べたら太る、やっぱ絶対これダメダメダメだと思っているのにもかかわらず、なんでこれ食べちゃったの私っていうね時ありませんか？気づけばチョコレート一袋ペロッととかね、なぜこんなこと言うかって、私がそうだったから、過去の私がそうだったからなんですね。過去の私はとにかく腸内環境を汚すものばっかり飲んだり食べたりしていたので、結果甘いものとかがねやめられない、止まらないだったんですよね。でもこの腸内環境が整えば、善玉菌たちが増えればですね、そういったものがあんまり食べたいというのを思わなくなるんですよ。これ不思議なんです。逆に悪玉菌、デブ菌たちがいっぱいいる方っていうのは、悪玉菌たちがですね大好きなのが甘いものとか脂っこいものなんですよ。なので食べてくれってあなたに命令するから、あなたがね食べたくなってるだけなんですよ。なのであなたが食べたいのではなくて、あなたの悪玉菌たちが食べたいからこそ、あなたの味覚がおかしくなって結果食べてしまうっていう、その負のスパイラルへと今陥ってるだけです。じゃあどうすればよいか、もうあなたのお分かりですよね。善玉菌を増やしてあげればいいんですよ。そうすれば悪玉菌がうわーってもう住めないここにはって退散ってなりますから、まずは善玉菌たちが心地よく増えて元気になって住みやすい環境を作ってあげるものを飲んでみてくださいねっていうことです。そして2つ目です。血糖値の急上昇を抑えてくれる効果があります。これすごく大事ですよね。もう腸内環境を整えると同じぐらいすっごく大事です。なぜかというと、なんで太るかって、そもそもその腸内環境の話が前提なんですけども、プラス食べる、必ず血糖値は上がります。その時に急上昇してしまうこの間に脂肪をどんどん溜め込んでいくわけですよね。逆に言えばこの血糖値が急上昇しなければいいわけです。そうすれば脂肪の蓄積を溜め込みにくくしてくれて、結果太りにくいことになりますよね。そうするためにはこういったドリンクの力を借りて、この血糖値の急上昇をギュッとここで抑えてあげる必要があるわけです。そして3つ目です。脂肪燃焼効果が高いです。いいですよね。もう分かってるって、今まで食べてきたものがね脂肪を溜め込んだんだって、私分かってるって。でもこの溜め込んだ脂肪をどうしたらいいのっていうことですよね。便ですとか水分はね結構デトックスしやすいですが、溜め込んだ脂肪をデトックス、体外に出すってね、これなかなか至難の技なんですよね。なかなか減らないです。なぜかというと、食べますよね。食べるとカロリーが取れてしまうから、溜め込んだ脂肪をカロリーとしてですね、そのエネルギーとしてさあ使おうって体がならないですよ。なのでこれ以上まずは脂肪を溜め込みにくくするために、まあ血糖値の急上昇を抑えつつ、もともと溜め込んできた脂肪を燃やしてしまいましょうねっていうのも大事ですよね。そして最後4つ目のポイントはこちら、大事です。もしあなたが女性の方であれば、もうここ必見ですよ。女性ホルモンのバランスを整えてくれる効果があるんです。
いかがですか。もう私もねアラフォーですけれども、まあ、年齢とともに若かりし頃はですねもういっぱいあった、このバランスを整えるホルモンいっぱいあったのに、どんどん急降下なわけですね。これ仕方がないんです。誰しも年を重ねれば女性ホルモンの分泌が減って結果これが出なくなったら太る。でなぜ太るかっていうと、この女性ホルモンが痩せやすい体質を作ってくれていたからなんですね。あとまた後から詳しくお伝えしていきたいと思います。はい、それではここから2つ目の項目に移っていきましょう。何をということで、今回朝一杯飲むだけで痩せるドリンクを作るために必要な材料が持つそれぞれの痩せ効果について押さえていきましょうね。まずは大豆製品を使います。で、大豆製品というのは腸内環境を整えて、イソフラボンですね、これが女性ホルモンのその同じ働きをしてくれる、似た働きをしますよというものです。あと食物繊維が豊富なので腸内環境が整いますよね。また高タンパク質です。で、大豆オリゴ糖が入っていて、コレステロール値もグッと下げてくれる効果もあるんですよ。そしてその大豆製品っていろいろありますけれども、今回使うのはきな粉です。で、このきな粉ってすごいんですよ。数ある大豆製品の中でも最も食物繊維が一番ナンバーワンです、含まれています。で、大さじ1杯で 2.7g も食物繊維が取れてしまう。これかなりですね大きな数字になります。で、また高タンパク質です。大さじたったの2杯で 10g タンパク質が取れます。で、大体女性の方でしたら1食あたりの必要なタンパク質量というのは、まあ、平均で 20g 前後ですよって言われてますけれども、その約半分も取れてしまうというのがこのきな粉になるんです。そしてさらに大豆製品の中で豆乳も使っていきます。もう同じく腸内環境であったり血糖値、そして脂肪の蓄積もサポニンという効果で抑えてくれますし、なんといっても豆乳自体がコレステロールゼロになるので嬉しい効果になりますよね。そして先ほど冒頭でお伝えしました痩せるポイントの、まあ、女性ホルモンのバランスを整えてくれるからというところの詳しいお話がこちら、女性ホルモンのエストロゲンのお話になります。このエストロゲンがいてくれるおかげ、分泌してくれてるおかげで脂肪燃焼効果であったり内臓脂肪の蓄積を抑えてくれたり、また悪玉コレステロール値もグッと抑えてくれたり、こんなにですね私たち女性にとって嬉しい効果を、働きをですね一生懸命今まで働いてきてくれたっていうのがこのエストロゲンなんですが、先ほどもお伝えしました通りどんどん減少するので、この大豆製品を取ることでエストロゲンと似た効果をどんどんこれからもですねキープして私たち若返っていきたいと思いませんか。ぜひ大豆製品をここで取る必要がここにもあるわけです。はい、そして最後の材料はこちらです。甘酒を使います。まあ、甘酒といってもね、もちろんお酒ではありませんよ。米麹でできた無添加の甘酒を使います。で、私は実はこの甘酒手作りするんですね。玄米を使って、米麹と玄米を使って魔法瓶の水筒でね簡単に発酵してできちゃうっていうね甘酒レシピ、別動画でもご準備してますので、この動画をご覧いただいた後必要な方は、私も先生手作りしてみたいという方はね、その動画も参考にしてください。で、もちろん市販の瓶のね甘酒でもいいんですよ。まあ、レトルトパックでもいいですけれども、ポイントは無添加です。余計なアルコールとか香料とかお砂糖とか人工甘味料とかそういったのが一切入っていない米麹とお米、できれば玄米でできた甘酒を選んでください。で、そもそも甘酒は発酵食品です。で、この発酵食品の中に痩せ菌が一番ね含まれていますから、ぜひここでも痩せ菌を増やしていきましょうね。そして甘酒を飲むことで脂肪燃焼効果があります。アミノ酸も豊富、リジンというね成分が豊富なので脂肪をどんどん燃やしてくれます。そして基礎代謝もアップします。ロイシンという成分が入ってるからなんですね。そして甘酒はまだまだ痩せ効果あるんですよ。一度に2種類の食物繊維が取れちゃいます。これはもう痩せ菌たちが喜びますよ。痩せ菌たちの餌ですからね、食物繊維。そして便秘改善がその結果になってお腹すっきりデトックスです。またオリゴ糖も含まれていますから腸内環境を整えるためにもこれすっごく大事です。そしてなんといっても
甘酒ってですね、飲む点滴なんて呼ばれるほど栄養価が高いんです。なので昔の日本人の方っていうのはちょっと疲れたなとか暑い日とかにはですね、こういったこう手作りの甘酒を飲んでいらっしゃったわけです。もう日本人の知恵ですよね。すごいなって思います。ビタミン B1、B2、 これ脂肪燃焼効果をアップさせる栄養素ですよ。そしてアミノ酸も豊富ですから、この痩せ効果の高い甘酒も使っていきます。ではお待たせいたしました。いよいよ3つ目の項目、最後です。どのようにということで、今回レシピ、作り方、そして実際の作り方が分かる実演の動画もご準備しております。ぜひ最後までご覧くださいね。まず今回ご紹介するドリンクはきなこ豆乳甘酒になります。このドリンクをですね、朝一杯飲むだけで先ほどお伝えした痩せ効果を得ることができて、その日一日ですね、もうハッピーな気分で過ごせると思いますよ。私もそうしています。で、材料1人分です。まずきな粉で、このきな粉ももちろん良いきな粉を選んでくださいね。遺伝子組み換えじゃない大豆を使っていて、できればオーガニック、有機栽培で採れた大豆を使った国産のきな粉がベストです。で、大さじ1杯準備してください。で、あと無調整豆乳、ここも無調整がポイントです。一切添加物なしの、できれば国産とか国産大豆で作った豆乳、オーガニックの豆乳を選んでくださいね。 100ml。 そして無添加の甘酒、できれば手作りがいいと思います。もう簡単ですよ。混ぜてそのステンレス製の水筒に入れておくだけでできちゃいますからね。私はそうしてます。で、もちろんちょっと今回間に合わなかったので、ちょっとあの瓶のね甘酒使ってますけれども、瓶の無添加も OK ですし、おすすめは玄米の手作り甘酒になりますを 100ml ご準備してください。たった材料3つでできます。では作り方です。1つ目、グラスにまずきな粉と無調整豆乳を入れて、よくここでねきな粉を溶かしておいてください。後入れしてしまうとですね、結構ダマができて混ぜるまで手間がかかるので、ここでしっかりと混ぜておきます。そしてその後にこの今混ぜたこのねグラスの中に無添加の甘酒を入れたら完成です。で、ここでポイントはですね、また後からお伝えしますけれども、痩せる飲み方がありますから、ぜひ最後までご覧くださいね。その前に作り方の実演の動画をご覧ください。どうぞ。さあ、実演動画いかがだったでしょうか。もうとっても美味しいんですよ。私は実は時々ですね、アレンジであのシナモンパウダーとかも振りかけて、ちょっとこう豆乳ラテみたいな感じでもう美味しく飲むこともあります。で、また別動画で16時間ダイエット、オートファジーダイエットというね動画もあります。で、この16時間ダイエット明けに飲む最初に口にするものも、この
先ほどお伝えしたドリンクがおすすめですよ。すごくいいです。もう満足感もありますし、消化に負担もかけませんし、あの満腹感も得ることができるので、その16時間断食明け、オートファジダイエット明けにこうどうしてもね、反動ですごくねこう一気に食べたくなってしまう方っていらっしゃるんですけど、逆効果です。せっかく16時間腸を休ませてあげたのに、そこで太るものを食べたり飲んだりしてしまっては逆効果ですよ。全吸収ですからね。なのでそういった代わりに、先ほどお伝えしましたドリンクをまずお食事代わりに飲んでいただくと、さらにせっかく取り組んだ16時間ダイエット効果も継続しますから、ぜひこのドリンクを役立てくださいね。でさらに痩せる飲み方があります。1日あたり1杯程度で食前にということで、おすすめはもう朝食の、ね、代わりに、もうこれを朝食としてもう置き換えて飲んでいただくっていうのも OK だと思います。例えばその前の晩にね、集まりがあってすごく食べちゃったとか、ちょっとホームパーティーがあってめっちゃ食べたとか、ご実家で集まって久しぶりに家族と会ってね、ちょっと調子乗って食べちゃったとか、いろいろなねシチュエーションってあると思うんですよ。そういった時に翌朝もがっつり食べてたらそれは太ります。なのでそういった時に内臓疲れてますから、食べ過ぎた内臓疲れてますよ。だからちょっと休ませてあげてくださいっていうことです。その時にこのドリンクをもう朝食として、もう朝一杯飲む、これを朝食代わりとして飲まれると、よくその前の晩食べ過ぎたことをリセットできますから、そういった使い方でも OK です。もちろん朝食の前に飲んでいただいてもいいんですけども、これは結構カロリーはねあります。なのでそんなにね朝食、普段の朝食であればもう半分の量ぐらいでいいと思います。それぐらい栄養価もカロリーもバッチリですから、そこはコントロールしてくださいねっていうことですね。そしてポイントは、あのキンキンに冷たい豆乳と冷たい甘酒とかね、やめてくださいね。腸が冷えちゃいますよ。で特に朝なんかそんな冷やしちゃったら代謝が下がりますから、やめましょう。ポイントは熱々じゃなくていいです。特に甘酒は酵素が、あの80度以上ぐらいで温めちゃうと酵素が死滅してしまいますから良くないので、軽くレンジとかちょっと人肌程度に温めた甘酒とかですね、できれば、まあ、甘酒が冷たいままでしたら豆乳をレンジにしてもらって、あったかいこう熱々の豆乳と冷たい甘酒を割ればちょうど人肌になると思いますか。私はそうしてます。そういった形で冷たいような状態飲まないでくださいねっていうことです。冷たいもの飲むと太ります。そして無添加のものです。材料選び大事ですよ。ここでですね、お砂糖たっぷり の甘酒を選んでしまったりとかですね、豆乳もお砂糖がたっぷり入った調整豆乳なんてしてしまうと逆効果ですからね、それは絶対に NG ですよ。必ずあの材料の条件を満たしたものをご準備していただいて作ってくださいね。さあいかがだったでしょうか。今回は朝食に置き換えても良いぐらいの栄養価が高くて、しかもダイエット向きの美味しいドリンクをお伝えしております。ぜひお役立てくださいね。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。